はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。ということで今日もやっていきましょう、スプラトゥーン実況プレイ。今日はラピッドブラスター使ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ガチエリアです。ガチアグラじゃないです。ガチエリアやっていきたいと思います。今日のガチエリアは、箱フグ倉庫と塩の目だったかな。塩の目相当久々ですよね。ね、マジで久々な気がするんですけど、なんかもう全然覚えてないんですけど、前いつ使ったか。若葉の時に使ったかな、1ヶ月ぶりぐらいな気がするんで、今日はちょっと塩の目がっつりやっていきたらというふうに思います。で、ただラピブラエリアで使うの初めてなんですよね。よろしくお願いします。初めてなんだよな。どうしよう、初手ここでいいのかな。やったぜやったぜ。うわぁ、でも1、2交換しましたよ、これ。言うて1、2交換しましたよ。衝動。あとラピだけでしょ。意外といいんじゃない？意外と悪くはない。割とね、そこの初動っていうかセンター割と、ジャスト、射程だったから。うわぁ、マジで。それ直取る。直じゃないね。ナイスー。直じゃないんだ。99.9 か。あー、取られた。取られた。いや、俺しかいない。で、上、いない。どうしようかな。あー、な、落ちちゃった。あ、これは、これはまずいやつですかね。これまずいやつですかね。怖いですけどね。どうしようかな。バリアをちゃんと溜める。意外と溜まらないね、ラピブラってね。ここだからかな、わかんないけど。試合展開がそうかもしれない。あ、俺じゃない。よし。ナイスー。あと 1? あと 1? 左？センター？ちょっと動いてる。これは止めよう、止めよう、止めよう。全然濡れない。ちょっと、そこはー、ナイスで、ラス1どこだ？ラス1速攻。あー、両方直取れてんだけどな。M 力でも勝ってたんだけどな。あ、なんかいい。これ、倒したよ。倒すべ。すげえ。大王食べてたと思うんですけど。さすがに南塗るわ。で、で、上、登りたいし、ローラ来そうです。ローラ飛んだね。いやー、ちょっと、ここ、むずいね。ここなんか、ラッキー完全に油断してた。いや、いい、なんかね、いいキルは取れてると思う。いいキルは取れてる。いや、割といいキル取れてる気がするけどな。いや、要所要所のキルは。なんか、あの無双はできない。その辺？カウントを取る。あとは、適当に。ナイス。ナイス。なんだろうな。なんか、なんかなんとも言えない感じ？なんかそういう感じするよね。でもまあ、初めて持った、初めてやるラピブラのエリア的にはまあいいんじゃね的な感じはしないでもないけどね。86か、なんかもうちょっとキルの方が多いのかなと思ったら意外と死んでるっていう。な、この辺が、なんかなかなか初心者ですね。さあ続いて、塩の目幽霊、またやっていきましょう。お願いします。ちょっとね、距離感がなんとなく分かってきた気がするんで。おっと、大丈夫？リッターロンタムー。そしてファミザップがいるから、ちょっと構成的には、まあ、こっち塗りは強いけど、なかなか動きにくいかな、みたいな。あ、ナイス？ここ結構ね、いい。そこ溶けちゃうと、もう完全にそこ負けるよ。やばちょ、めっちゃボム投げたいんだけど今マジで超ボム投げた。トラップとか超どうでもいいんだけどマジで
で、あ、そうだ。このタイミングで逃げるから。みんななんかセンター入ってるっぽいから、逆に動きやすさはある。動きやすさはあるんだけど、ただどうしようかな。オッケー。あー、クソエイム。さよなら。あ、来るぞ。いるよ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 。倒したかな？倒したっぽいな。ナイスナイスナイス。で、うん。そこにいてくれる分にはまあって感じだよね。やば。え？ああ。いたのね。いたのね。全然映ってなかったね。バリア吐くタイミングすごい難しい。すごい難しいのと、いや、マジでね、ほんと割とガチで、溜めにくい。ラピブラしかないからさ、リンク溜めるのが。いるんかーい。もうちょっとね、これは置きたいんだけど、どうしよう。ナイス。やばい。破壊できるなら。なんでそんなとこに行ったおんねん。やば。これはまずい。これはまずい。完全に俺が標的になってるやつ。ここがね、出れないね。難しい。ナイス。何もしてないよ、この試合。うい！うずうずっす。いや、この相打ちは多分ね、いける。いい相打ち。これいい相打ちだから、多分、うん、普通に塗ってくれて、取れるね。ナイス。いや、取れる、取れる。え、ちょ、待って、なんかさ、割とさ、人数有利になったらちゃんと塗ってくれ。小村？来ないね。どこに飛んで、いや、できれば食べたいけど、なんか捨てて、あ、来ない。こういうのめっちゃありがてえわ。マジで。もうこういう、もうどう考えてもはまらないよね、みたいな。ありがたいよね。立体しよう。なんかいる？みたいな。バレてない。じゃーん！いや、ぬる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 、ナイス！カウント見てる！オッケー、直取る！ナイスー。打開難しいな。打開だね、この武器の課題は。打開、課題、あ、うん。いや、そうじゃなくて。バリア、いかにバリア貯められるかか。いや、結構潮目ね、向いてそうな気はするけど、取られちゃうと難しいかもなって、少しもうボブもないしね。うん。あとはね、まあ、なんか、やっぱブラスターは強いな、ぐらいな印象。かな？さあ、ということで、なんか潮目幽霊しか出ないんですけど、まあいいかな。潮目の動画にしましょうか、今日は。はい。寿司寿司大根の、寿司リッターロンタム。あれ、またなんかさっきと似てるね、構成ね。初動はでも、まあここでいいな。これでいけるかな。え、強い。え、全然強い。あ、チェーン！それ死ぬ今。勝ったことないです。それ知るか。さすがに蓄積。めっちゃ裏取り多いな。それシューターなんだからセンターから入ればいいって思うんだが。寿司ザップぐらいの射程だったら、きついかもしんないけど、思うけど。
狙ってたのよ。狙ってないとロンタムであのキルは取れない。また裏から入って。すげえ見てんだけど、こういった。落ちて、上がってきて、台を吐いて、戻って、カウント進んでるからね。あ、これ、下手。あの隙間通せないとか下手かよ。マジで。割と集中力いるんだけど。どうしようかな。甘い！私は野場使い。どうしよう。どうしよう。じゃあ、さあ。ラッキー。あの、リッターだよね。だーん、大丈夫。来ない、俺じゃない、俺じゃない。多分あのリッター潰せばね、勝ちだと思う。そこまで入れたら勝ちだと思う。あっ。はい、アホです。さようなら。死にまーす。死にまーす。死にまーす。飛び出し方がさすがにアホすぎる。ナイスー。おっとー、やるー。このタイミングで塗りを選択できる。そんな S クラスが。今2発当たると思ってなかったから、2発ともなんか変な感じだけど。そこで塗り選択ができる S クラスいるのか今。マジか。いい相打ち？おっ！どうしようかな。出て、ラス1がリッターね。リッターだからそこメタってなるのが多分いい。死んだ？死んだっぽい。オッケー。で、塗って、押し込めた、押し込めた。落ち着いて、一歩引いて、一歩引いて。ナイスー。まだ残ってる、一体いる、一体いる。倒す。はい、横乗り。さすがの、混戦を遠くから。まあ、そうなるもん。なるよね。すっつっ。あー！おいーい！綺麗じゃん、今の。しかもリッターオンリーでしょ、あと。近距離はね、続き当てやすいっすね。当たりますね、ガンガンで。オッケー！最後の最後、まあ、いい感じに制圧したんで、オッケーって今回お願いします。綺麗にラピブラハマったな、最後な。あれ、ラピブラじゃないとできないキルですよね、この、パー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 みたいな。いや、意外と、ここはラピブラ抜きか？なんか、あれだよね。展開向いちゃえばこっちのもんみたいな、そんな感じあるな。展開さえ向いて、あとは、どうにか、そこら辺をしっかり、要所要所見えれば、ラピブラ強い。無敵も強いしね。塩の目しか出ません！箱フグやりたいんすけど。箱フグやりたいんですけど。箱フグやり、塩の目やります。まあ、いいかな。にはそういう日も。でもなんかラピブラめっちゃ勝てるんだけど。はーい、打ち。難しいですね。でもここの相打ちは、なんか確定だ。全滅。そこね、出てくるでしょ。出てこない。そこ見せる。は？え、今の当たんの？あれ。どういう入り方？バルム裏？はい、バリア貯めて、綺麗に打開する。いや、来なくていいかな。普通にそこへ来ればいいと思うけどな。突っ込んでいく。合わせざるを得ないよね。スペシャル
セルもだいぶ溜まってるでしょ、相手。いける？ルーツ。そうなるよね。そうなるよね。ナイス。かな？海眺めたかったんだよ。黄昏たかったんだよ。西部警察的な何がしです。は。何それ。はぁ、あ、はぁ、あ、言えないんだけど、ジェットスイーパーってそんなキル速速かったでしたっけ。おかしいですよね。まあいいや。で、北はもういなさそうかな、雰囲気的に。したら、ちょっと守備寄りなんですけど、高台見れる場所で、しっかり立ち回っていきながら、ちょっとなんだったら、やばい。難しいよ、これ。難しいよ。とりあえずカウントだけ取れれば。おう、さよなら。カウントさえ取れれば、いや、飛ぶねー。めっちゃ飛ぶねー、寿司ねー。そんなに飛ばなくてもいいと思うんですけどね。とりあえずカウントだろ、カウント。ナイス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 。いいぶいいぶ。で、そこを、どける。どけて、キル取らなくていいから、それで、いろいろ、いろいろちょっかい出して勝つ。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 ちょっかい出しきれないけど、勝つ、オッケー。読みがち。トルネード撃った、高台エリア？エリアかな？エリアに来たってことは、その、隙ができるから塗ればいいよね。パーン。あ、入ってきてるよね。やっぱり。で、引くと思うから後ろ見てりゃいいよね。塗り、はい、勝ち。読みがちでした。ちょっとすごいヒヤッとする場面があったんですけど、それはお互い様だった感じですかね。まあまあまあ、なんかラピブラエリアで使って、初めて使って、やった分には、なかなかいい活躍ができたんじゃないかな、みたいな。そんな感じに留めておきましょうかな。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で、また明日のパートで、モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。日本代表サッカーワールドカップ最終予選。本日はバーサスオーストラリア。予想します。1-0 で日本が勝ちます。頑張れ日本。ではまた明日。あったかくして寝ろよ、今のモノマネ。待つのは勝利か、よっしゃー、それとも敗北か。あー、200隻以上の歴代戦艦が登場。世界の覇権をめぐる物語。本格派海戦シミュレーションゲーム、ウォーシップサーガ。ウォーシップサーガダウンロードは概要欄のリンクから。